どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。いやー皆さんもうね11月もそろそろ中盤に差し掛かろうとしているところですけど、ちらほら見られますね、あれがです。紅葉がね、紅葉を見に行こうよ、よく言いますけれども、はい、そんな時に思わず口から溢れ出す歌がございます。真っ赤な秋、真っ赤だなって、あれですよ、あれをこのちっちゃいウクレレでガズレレ流超簡単バージョンでやってみようと思います。はい、今まさにこれ覚えておくといいですよ。もみじ狩りの時にこれ弾きましょう、家族みんなで、お友達同士で、はいはい、結構2なコード進行で面白いんでぜひやってみましょう。いつものように2バージョン、最初は初心者様がなるべく簡単にできるようにした簡単バージョンですけど、ちょっとあのガズレレ必須コードは出てきますけどね。で後半はまあさらにちょっと軽やかな感じにして、こう秋のねこうきらびやかな感じを表現したいと思います。小技をちょっと散りばめして最後までご覧になってください。はい、大好きな曲、今歌いたい季節の曲、ウクレレでさっとさらっと弾くのいいんじゃないですか。こうリュックサックからパッと取り出してふっと手軽にやるという、これ本当楽しんで、楽器を弾きながら歌う弾き語り、ぜひ始めてもらいたいと思います。ウクレレだったらすぐできます。音楽は私は無理だ、もう私才能ないという諦めていた方、ウクレレが救ってくれますよ。この子弦4つしかないし、まあ簡単ですからすぐ弾けるようになります。しかも歌ってね、ぜひ始めてください。今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルだったらですね、その動画見てるだけでどんどん弾けちゃいますとか、はい、弾けちゃいます。この私がガズさんが親切丁寧に分かりやすくね動画の中でレクチャーしてますんで、その動画を見ながらこうあれあれで一緒にやってるうちにすぐ弾けるようになりますからね。今からここにリンクがあります。そのリンク先の初心者レッスンはここというところをクリックしていただいて、数字の1から順番に動画を見ていくだけです。さあ行ってらっしゃい、初心者レッスンはここをクリック開始。行ってらっしゃい。はい、そこにはですね、私がすでに今まで取りためたガズレレ流超簡単ウクレレレッスン動画が650曲以上上がってますよ。ありとあらゆる曲、オールジャンルです。子供の好きな曲から童謡から最新 J-POP、 洋楽、ブルーノマーズからマイケルジャクソンもありますからね、もう何でもあり、演歌もあります。はい、何でもできるのがこのウクレレのいいところですから、ぜひ行ってもらいたいです。で今日やるようなね、童謡唱歌、真っ赤な秋みたいな曲はここのグループにまとまってますので、他にもいろいろあります、見てください。イントロがあるんですけど、イントロのメロディーでは久しぶりにこれ登場させようかと思う。これはカズーっていう楽器なんですけど、私がガズなんでガズーって言ってる楽器で、笛みたいに見えるでしょ。これはですね、空気を吹くだけでは音出ません。あーとかうーとか言うんですよ。はい、どっちでもいいと思います。私はこっちでも詳しいんでこっちで弾きます。こっちが正しいらしいですけど、まあ音出るんでどっちでもお好きな方で。じゃあこれでメロディー弾きますからね、前奏の。はい、それでは早速いきましょうか、真っ赤な秋。まずは最初はね、シンプル簡単バージョンの方からやってみます。1、2、3。
真っ赤な秋シンプル簡単バージョンやってみました。いかがだったでしょうか。ちょっとね、面白い行動進行出てくるんで、うわっと思った方いるかもしれないですけど、一回頭に入っちゃうと結構いけると思います。今のはね、2番までやったんですけど、本来3番までありますが、ガゼレレ流で2番までいきました。はい。じゃあ、いつものようにちょっとこのノートを見ながら、皆さんも書いていってくださいね。書くとき頭張りますからね。参考にしてください。まずイントロこれやってから入っていきますが、ここにちょっとこう、正し書きがある。これ、後半でやるかっこいいバージョンでこれ説明するんで、今はとりあえずコードだけ書いておいてください。C と G7 ですね。はい。まあ、これで、まあ、1番終わりなんですけど、この行がキーポイントになると思います。A7 というコードから Dm、F から D7。ここあとちょっとね、解説しましょう、ここね。まずひとまず今メモってください。はい、1日停止でね。テロップも当然、同時に参考してもらう。で、これ2番も全くコードは一緒で歌詞が変わるだけです。はい。OK ですか？はい。ではコードの解説していきましょうか。C、Am、A7、F、Dm、D7、G7 です。まあ、A7 が、ちょっと見慣れない方は、まあ、これ簡単ですから3弦の1フレットね。で、このコードが、で今やったんですけど、これはですね、まあ、A7 ちょっと解説しよう。A7。A7 はここだけです。ここ。3弦の1フレット、ここね。はい。で、それ以外のコードは、ドン。ガズレレ必須コード。必須ですから、必須。これはですね、コードっていうのは星の数ほどあります。それだけど全部覚える必要はなくてですね、まずこのガズレレ必須コードっていう8個のコードのグループを最優先で覚えましょう。そうしたら今ご覧になってるガズレレ YouTube でいっぱい、650曲とセッションするときに8割9割はもう弾けるようになります。以前それを私が超わかりやすく解説している動画をここに貼ります。ここのね、リンクは言ってくださいに必須ですから覚えた方がいいです。楽しく覚えられる動画になっております。なんでちょっと今日はコードはもう結構シンプルなんでこんな感じでいきます。でですね、さっきも言ったんですけど、この行ね、真っ赤なほっぺたの君と僕、ここだけちょっと解説して したいと思います。まず、最初言ったんですけど、A7。真っ赤、次 Dm。これが F 押さえて1個足すだから、こういう風になりますね。ほっぺたの次 F ですね。そしたら中指離すだけでしょ。この次 D7 なんですよ。ここはそのままで、これを足す。D7。ミートボ G7。ここが、唯一、なんか面白い指の動き。だから Dm の後、中指を離して、次、人差し指離してこう行くという、Dm から F 行くときに離すでしょ。次、D7。ここはずっと押さえっぱなしなんだよね。Dm も F も D7 も中指は Am のとこ押さえっぱなし。この辺、分かりながらやると面白いですからね。はい、じゃあここからかっこいいバージョンを解説します。かっこいいバージョンは基本8ビートでいこうと思います。8ビートと途中のところはアルペジオです。8ビートは、行くんですけど、途中ね、沈む、ここは沈む夕日に照らされてるところはアルペジオである。変化をつけたいんですよね。沈む夕日に、はいはい、8ビートとアルペジオ弾き方、ここリンク先に弾き方動画上がってます。ここのリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというページの中から8ビートをマスターして、下の方にあるアルペジオもやってみましょう。そうするとこの基本的なリズムはこの2つのパターンでいこうと思います。さらに今回面白いアレンジを考えつきました。ここ見てくださいね。星が書いてあるでしょ。星、ここ矢印があって、ここ1弦2弦の10フレットって書いてあります。これ意味わかんないでしょ。ちょっとここやってみましょうね。どう、これ、このトゥルーン、これを入れてみたいなと思います。これは1弦と2弦の、1弦と2弦ってここ1弦ですから、2弦の10フレット、こういう風に私押さえてズーンって弾いたらトゥルルンって下がり、まっかだな、どう、面白いでしょ。これはね、YouTube で真っ赤な秋いろいろな動画を見ていたんですけど、ピアノでデンデデデンプルンとかやる出てきましてですね。あ、これをちょっと再現しようと思って。まあ、小技ですけど。まあ、できそうで余裕がある方は、これ、ブーンってちょっとやってみてください。これを入れることで、ちょっとね、動きが出るかなと思って。はい。そんなことを踏まえながら、かっこいいバージョン、真っ赤な秋、やってみます。1、2、3。
の君と僕かっこいいバージョンやってみました。アルペジオになる切り替わりのところがちょっとねこう自然な感じでいくようなそんな感じがいいと思うんですけど、まあやっぱりですね一回歌っちゃうともうトイレ行くんでも何してんでもこの真っ暗な秋が頭の中ぐるぐる回っちゃうようなね、やっぱり素晴らしい、ずっと歌い続けたい日本の宝みたいな感じでございます。皆さんもどんどん歌っていろいろあらゆる世代でね、歌っていただけるといいかなと思います。ありがとうございます。はい、ドーンガズレレホームページご覧になってください。ホームページを見たらいろんなこと書いてありますから見てね本当に。はい、いよいよ11月11日はこれガズレレの日、1が4つ並んでるとこね、弦が4本でしょ、だからこれガズレレの日ってことに勝手に制定してんですよ。イベントやります、東京代官山です、これです、ドーン来てください。三部構成、最初はガズレレの日、記念式典、これ無料イベントですから、ね、参加無料です。とにかく見に来てください私をウクレレ持ってきてくださいね、楽しいですよ。はい、でその後はね大合唱イベントといってですね、もうワイワイ弾きまくる、歌いまくる、どんな質問にも答えます、なんか聞きたいこといろんな、もうとにかくワイワイわちゃわちゃガズレレ大イベントやり、3部構成の最後はパーティーですから乾杯しましょう。その日にガズの CD、発売されます、これです。はい、2枚組の CD、これいいですよ、2枚組の CD、1枚は作品、1枚はレッスン用 CD です。その辺の情報、全部ここにひとまとめにしてますんで、ぜひご覧になってください。はい、で、引き続きこれ、ガズレレ大合唱ツアー2018、まだまだ続いてます。11月後半はドーン和歌山とドーン大阪行きます。関西の方々は久しぶりです。お待ちしてますよ。テンション高く行きましょう。ウェイ。はい、12月は沖縄まで行って、2018年はもう北海道から沖縄まで駆け抜けたぞと。はい、よろしくお願いします。本出してます。はい、主婦の友から出てるガズのいいこと言ってる本は NHK の取材を受けて大、今すごくイケてる本ですよ。自分で言っちゃうけど、人生と生き方と音楽、楽しむための本。はい、こちらはですね、リットミュージックから出てるウクレレ教則本、超簡単教則本です。皆さん、誰かにおすすめしたいときにご活用ください。ありがとうございます。季節には季節にふさわしい曲を歌うとまた気持ちが晴れ晴れとする。最高ですね。どんどん歌っていきましょう。さよなら、バイバイ、またね。チャオ。